こんにちは、黒川和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ロールって何ですかっていうか、ロールの持ち方とか、まあそういうところを解説してくださいというご質問があったので、やっていきたいと思いますが、僕なりにこういろいろまとめてみました。もうクラシックの人とこういろいろ、まあ異論もある人もたくさんいると思うんですが、これはあくまでも僕のやり方ね。で、ロールの意味っていうのは、これはまあでもウィキペディアでも調べてみましたけど、音の持続をまあ表現するもの、連打という意味ではないですね。なので、ロールっていうと、まあ要は、ダブルストロークのことがロールですかっていう人もいるんですけど、ダブルストロークしてもリズミカルに叩くこともできるし、ロールとして叩くということもできるってことね。で、ここに一応9ストロークロールっていうのを書いてみました。ここね、これはよく叩くと、9ストロークだからね、これで、ドラムはこう長い音、こういう長い音が表現できないのでっていうふうに、こことここが普通の音符なんで、この同じ高さで叩いて、同じ高さで叩いて、残りは残響音なんで、音をタイミングを低くして叩くのね。だから、たたとととってやると、ハイハットでいうとこの、っていうふうに聞こえるかどうかね。これをだから全部同じ音量に揃えちゃうと、これと、もう残響をいかにこう低くしてこう揃えるかっていうのがこう意味ね。だからよくこういう9ストロークのここにアクセントが書いてあった場合は、その場合はこうタタトトトト、ここだけ高くということね。シングルストロークでもダブルストロークでも表現できる。だから、昔ね、やっぱり小学生の子たちが全部シングルストロークでやってて、すごい上手にやってて、あ、うまいなと思ったことがあるんですけど、あ、ロールっていうのは長い音を表現する意味であって、別にシングルダブル問わないんですね。で、長い音を表現するにあたって、ここにプレスロール、バズロール、オープンロール、クローズドロールっていう名前があるんで、これはまあ僕の知ってる知識では、プレス、バズっていうのは基本押さえつけるという、プレスはね、プレスってこう。で、バズもそう。で、オープンとクローズの問題なんですけど、これ僕がクラシックの先生に習った時は、クローズドっていうのは、右手が鳴ってる間に左手がスタートしてる。これがクローズ。オープンは音が右と左が重なっていくのがクローズドで、オープンはその重ならないやつ、この下にこう書いたけど、右手が鳴ってる間に左手がこう発音するのと、右が終わって左が発音して途切れないようにするっていう形。これはこう音がこういうふうに交差してるっていうのがクローズド、要は閉じたっていう意味なのね。ところがこれで使うとほとんど違いわかんねえじゃんみたいな、要はそもそもっていうのと、どう違うねんぐらいの違いがある。では、微差あるんだよ。やっぱりすごく滑らかな感じはするんだけど、それよりは普通みんなが使ってるオープンっていうのは、要はまあ2連打みたいな、ちゃんと音像がはっきりタタタタタタタっていう数がわかるものと、押さえつけて数がいくつかわからない、これを、クローズって言ったりとかする。まあ僕の場合はこれはプレスで、オープンっていうとちゃんと一個一個発音するものをオープンっていうふうに考えています。で、スティックの握り方はオープン的なものはね、通常の持ち方で、これは僕の持論なんですけど、みんなよくあるのは押さえつけちゃうのね、ダブルってこうじゃなくて2回叩いてるだけの、だから普通のシングルと全く変わんない。ただシングルよりはまあ同じようなんだけど、1回すくって止めれるから、休めるからまあ早く。だから普通のオープン的なものは、オープンはこの意味で、オープンはな、バラバラのやつだよ。で、ポイントは音量の分け方っていうことね。まあ、この場合の音符はプレスかオープンかの違いで、さっき言った通りね、これね、これね。で、プレスの場合は手でキュッと締めて押さえる。これ力の切り替えがポイント。これね、力の入れ具合をこう時系列でやると、ヒューって感じ。
こう最初にこう力入れないとバラバラになっちゃうからギュッて入れるんだけど、入れすぎるとすぐ止まっちゃうからすぐ力を。でその時に転がしていくと伸びが安い、音が伸びやすいのね。ですぐに力を抜いて小さいキープして音をキープする、ね、転がしていくといい、こういう。でその時はこのこっちの持ち方、要はマッチドの持ち方の時は、普通マッチドはここを開けるんだけど、こういう時はキュッと締めます。その方が、左手はオープンの時は指で使う時もここだけど、こうギュッて引っ掛けてそのまま押さえつける。で押さえつける時の力の抜き方がポイントです。だからこれも何回も練習しましょうっていうのが、オープンロールのコツです。でラフの混じったロールっていうのはこれ、オールアメリカンドラマでも出てくるんだけど、このセブンストロークロールですね、見たことあると思いますね。これはこれは2つラフなのね。ラフ入れて左左入れて入れて、これでロールなんで、なのでラフ入れて7つだからロールは5なのね。こうタタラタラで、それにラフ入れて、これ前説明したユバーバって聞こえると、ユバーバユバーバってタ、要はタタラタタタタっていうのとは違うってことね。でもう一個、グランドロールっていうのがあって、これ同じ形なんだけど、これこれとこのセブンとこのグランドロールのこの形、グランドロールはこっちね、でこっちは普通のロール、これは普通のロールね。なので普通のロールの場合はセブンなので、たった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 残響なんだけど、このドラムソロなんかでよくあるっていうのは、これはタッタータッターってやってるんじゃなくて、この下にずっとグランドにロールが鳴ってて、その上にアクセントが、だから下はロールでずっと細かくなってる。ジャズでよく使うやり方で、これをグランドロールって僕は呼んでます。これは僕の理論なんで、他の人は使ってないんで、これグランドロールでしょって言われても知らないですって言われるんで、僕の知ってる人との間だけで使ってくださいね。で基本はリズミックなものは、だからまとめるとリズミックなものはオープンロールで演奏するんですよ。なのでただニューオリンズ、要はね、クローズはメロディアスになるんですよ。ね、なんかニューオリンズのなんかソロとか、ソロっていうかテン、リズム。使ったりとか、サンバとかも。使ったり、あとジャズのコンピングなんかも長くこうドラッっていう、こうちょっとメロディアスに使うときはクローズをよく使うなっていうイメージでございました。というわけで、ロールの内容理解してもらえたでしょうか。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。